どうします？正直予測がつかないわ。それはないと断言したいわね。これまでの交渉過程で私は私の持てる力を全て出し切ったわ。様子を見に行くしかないでしょうね。俺が行こうか。なんつうか、さすがに俺も一発くらい橋本をぶん殴ってやらねえと気が済まねえっつうか。でもさ、いいわ、私と栄一君で行きましょう。ユキが？凌介君はここで全体の指揮があるでしょう。ハリは凌介君を補佐してあげて。今までずっとそうだったんでしょ。まあ、ええ、何かあったら助けてちょうだい。僕が守ってあげるよ。心強いわね。それじゃあ行くわよ、栄一君。最悪の場合、水葉がもう殺されているかもしれません。ユキはそれを覚悟の上で校舎に入っていったんでしょうね。かっこいいんですよ。本当にかっこよすぎるくらいです。落ち着いて聞いて。いないのよ。水葉も橋本くんもいない。あるのよ。二人とも突然と消えてしまったのよ。落ち着きましょう、浅井さん。人が消えるなんてありえません。この野郎、どこ行ったんだ。浅井さん、床に手錠が。時間稼ぎだったのよ。車を用意させて、さも正面から逃げるように油断させておいて、こっそりどこかから逃げたんじゃ。本当か？どこか穴があったんじゃないか。例えば秘密の出入り口とか。当然です。そう、楽園の関係者か、水原か、あるいは知っていたかもしれない。
やられたわ、ハル。残念な結果になったね。私がまずかったのよ。水葉の手錠が外されていたこと？そうよ。それが何を意味するか、わかる？水葉が、橋本さんに協力したということになる。そうでなければ、手錠をかけた人質を連れて、逃げるわけがない。足手まといになるものね。どうしてそんなことに？ストックホルム症候群。なるほど。ストックホルミングはプラスの面が多いから、普通はネゴシエーターもそれを助長させるように働きかけるの。でも今回は違った。言い訳をするようだけれど、普通はこんな短時間でストックホルム症候群なんて発生しないわ。過去の事例を見ても100時間とか半年とか、そういった長い時間をかけられるのが通例なの。通例は通例だったと？水葉も父親の理事長を心よく思っていなかったわ。つまり同じ事情を抱える橋本くんに同調しやすいと言える。私はそれを見誤っていたのよ。人の心にマニュアルなんて当てはまらないってことね。まだまだ訓練が必要だわ。いや、ここまでは全て計算づくだったはずだ。そうだろう、ユキ。どうしたの、ハル。まるで私が真犯人みたいな言い方じゃない？事実、真犯人だ。最初から全てユキが仕組んでいたことだ。どうしたの、ハル。私たちは親友でしょ。ハル、落ち着いてよ。橋本くんは水葉を連れて拡張工事のあった廊下の窓から逃げたんじゃないの？違う。じゃあどうやってこの部屋から消えたっていうの？普通に1階のどこからでも逃げられたと思う。それはおかしいでしょう。京介くんのお仲間さんたちが学園を取り囲んでいたのよ。だから取り囲む前に逃げたんだ。橋本さんは職員室に忍び込み、のりこ先生を襲った。そこに駆けつけた我々を校舎の外に出すと、のりこ先生を理科準備室の隣の薬品室に閉じ込めた。私が学園に到着する前の出来事ね。続けて。その後橋本さんは理科準備室に立てこもるわけでもなく、さっさと逃げてしまう。ちょっと待ってよ。橋本くんはここにいなかったっていうの？そうだ。さも私たちを見下ろしながら交渉をしているように見せかけて、実際は別の場所で電話を受けた。別の場所ね。じゃあこの部屋で懐中電灯がちらついていたのはどういうこと？懐中電灯は橋本さんが学園を出る前にこの部屋に残していったんだ。でもあなたも見たわよね。ライトが明滅してたじゃない？いろいろ方法はあると思うが、最も簡単なのはあらかじめ残量の極端に少ない電池を入れておくことだ。そうすれば懐中電灯がついたり消えたりを繰り返してやがて消える。はじめはこの部屋のカーテンが閉まっていなかったから不自然だとは思ったの。カーテンね。普通立てこもりをするならカーテンは閉めるだろう。外から室内の様子を探られるかもしれないし。そうね、ちょっと不自然ね。でもそれだけで疑われるものなのかしら。ユキが到着してカーテンの閉まっていない窓に向かって手を振っただろ。
ええ、反応が鈍かったわね。鈍いはずだ。窓の向こうに橋本さんはいないんだもん。おそらくあらかじめ決まった時間に電話をよこすよう指示していたんだろう。どうしても私と橋本くんが共犯ってことにしたいみたいだけれど。残念だけど。のりこ先生はどうなの？あなたは記録係だからちゃんと覚えているでしょ？うん。隣の部屋から橋本くんの怒鳴り声がしたと解放された先生は証言した。じゃあそれはどう説明するの？かけてもいい。今ユキのポケットに小型の IC レコーダーか、とにかく録音した声を発することのできる機器がある。でもそんな録音した声くらいで隣に人がいるって先生に錯覚させられるかしら。だから解放された先生にユキはあまり質問をしなかった。あれはおかしかった。中の様子を知る唯一の人物はなぜ聞き上手のユキを放っておいたのか。たまたまよ。疲れていたのかも。録音した声は一言二言なんだろう。それなら恐怖に震える先生を騙すこともできそうだ。わかった、わかったわ。それで、身体検査を始めようっていうの？別にやらなくても、まだ証拠はある。セーフ？この紙コップだ。差し入れた紙コップ？それがどうしたの？ペットボトルの中身はなくなっていて、紙コップも少しふやけている。橋本くんがドリンクを紙コップに注いで、水原が飲んだってことにならない？でも口をつけた跡はない。ドリンクはすべて流しに捨てたんだろう。これはユキと橋本さんが共犯でなければ成り立たない手口だ。そうでなければドリンクを差し入れしたりケースを届けに行ったユキが中の様子を偽る意味もわからない。さすがね、あれ。認めるんだな。やっぱりあなたを記録係にしたのは間違いだった。だからチームでやろうって言った時渋っていたのだ。お約束だから聞くけど、最初に怪しいと思ったのは？ユキ、教えてよ。怖い声出さないで。バスケットボールの話をしていた時。やっぱりね。橋本さんがこう言ったんだ。ほら、あのアイスアリーナを見ろよって。あの時は背筋が凍ったわ。そこの窓からアイスアリーナなんて見えないはずなんだ。今水葉はアイスアリーナの見える場所にいるんだな。そう、橋本くんと一緒にね。あらかじめ私が睡眠薬を飲ませて運んだのよ。なんてこと。だってあれだけくだらない父親にまだグル立てしてるのよ。信じられる？どこまで人がいいのかしら。本当は水葉も犯行に誘う予定だったの。残念なことに交渉決裂よ。ある有名なネゴシエーターが家族だけは説得できないって言ってたわね。ユキ、お金はまだこの部屋にあるんだね。それを返したら全部許してもらえるのかしら。許さないわ。あなたは正義の勇者様だもの。動機はやっぱり理事長への復讐か。大したことじゃないでしょ。不正に受け取ったお金なのよ。不正に受け取ったお金を不正に泥棒していいのか。
警察もついに理事長を逮捕できなかったのね。私はそれがユキでないことを願っている。甘いわね、ハル。善人はバカを見る時代なのね。私は時代に生きているわけじゃない。私はあくまで私の考えに基づいて生きている。そこをどいてよ、ハル。どこへ逃げようというんだ。そうね、京介君を敵に回したらこの町では暮らせそうにないわね。ユキ、聞いてよ。聡明なユキのことだからやむを得ない事情があったのだと思う。でもユキは間違ってる。ありがとう、ハル。いろんな人に迷惑をかけたことは心苦しく思っているわ。だったらもう遅いわ。私はとっくに悪魔に魂を売ったのだから。交渉に合って、どなったら負けよ。どうも、ご迷惑をおかけしまして。ユキを追いましょう。あの状況で逃げるということは、ユキにはまだやり残したことがあるということです。水葉も心配です。すみませんね、いつも。この上なやり口、人をもてあそぶような犯罪、誰かの入れ知恵とは思いませんか。私の考えすぎですかね。そうですよね、ユキが魔王とつながってただなんて、そんなはずないですよね。ユキのお父さんは時田昭弘さんと言いまして、そりゃ立派な方なんですよ。警察の警視正っていうものすごく偉い人なんですよ。だからユキも、そんなお父さんの恩をあだで返すような真似はしないはずなんです。ええ、そうです。そりゃ、白鳥理事長には恨みもあるでしょう。でも、脅迫して復讐するなんて、おかしいじゃないですか。ユキは、時田警視正の下で立派に育ったんです。今のお父さんでよかったと、自慢げに言っていたこともあります。こんなネクラなことしなくてもいいじゃないですか。なんでまたこんな。ユキならもっと考えて、そう、もっとうまく理事長を見返してやれるはずなんです。おかしいですよ、あれはユキじゃない。
はじめまして、時田ユキ。私が魔王だ。わざわざ田舎から飛行機で来てもらってすまなかったな。お招きありがとう。ずいぶんと素敵な場所ね。気に入ってもらえたかな。ここではどんな地位の人間も子供になって遊ぶことができる。それで私に何の用？つまらない用事だったら警察に駆け込ませてもらうけれど。あちらにいらっしゃる豪人がわかるか。あちらは警視庁の猿天井人だ。夜は素敵なプレイに興じられているようだが、朝になれば正義の警察官として私のような犯罪者を追い詰める。面白いだろう。警察や暴力団への根回しなしで、こんな店が日本で営業できるはずがないだろう。お父上に恥をかかせるような真似はよすんだ。よく知っているわね、私の父が警察官だって。まあ、だからこそお前に声をかけた。聞けば時田は長年犯罪心理学を勉強しているとか。探偵でも雇ったのかしら。保護観察所に演者を装って何度も通ったそうじゃないか。なかなか楽しい子供だったようだな。ありがとう。おかげで変な目で見られたけれど、今では友達もたくさんできたわ。いろんな犯罪者と会って。どうもこうもみんないい人ばかりだったわ。彼らも寂しかったんだろう。娘ができた気持ちだったのでは。そうね。ところであなたはどうして魔王なの。悪の権化としてわかりやすくていいだろう。そういう時田はなぜカタカナでユキという名前なんだ。名前の由来は私も知らないわ。お役所に届けるときにうっかりしちゃったんじゃない。かわいそうだな。子供は自分の名前を選ぶことができない。実の父を恨んだことは。それは何度も。母の葬儀にも来なかったそうじゃないか。ええ、あの夜はどうやって思い知らせてやろうかとそれだけを考えていたわ。それを今実行に移そうとは思わないか。クロージングをかけるには早すぎると思わない。これは失礼。時田に復讐を実行させることが私の目的ではないのだが、そう聞こえたのならすまなかった。じゃあ本当の目的をそろそろ教えてもらえる。時田と遊びたかった。それじゃダメか。
こんな場所で遊ぶ趣味はないわ。わかった。本当のことを言おう。目の前に何がある？お金ね。何億あるのかしら。実は、あることをしてもらいたいんだ。報酬は弾む。聞くだけ聞いてみましょう。簡単なことだ。銀行口座を一つ作ってほしい。そして、いずこかから振り込まれた金を私に渡してくれ。受け渡しはこの部屋だ。嘘はやめて。銀行口座？なぜ私なの？あなたは私の家庭環境から能力まで細かく調べて、結局はそんな誰にでもできるような仕事を任せようっていうの？何事も信頼関係というものがある。まずは小さな仕事からお願いしたいと思っても不思議はないだろう。いいえ、あなたは嘘をついているわ。面白いな。そうやって人の心を探らねば不安か？ちょこまかと手足を動かしていたのはわざとね。どうかな？何なのよ。私の仲間になれ、時と雪。そうすればその類稀な好奇心を満たしてやろう。ごまかすな、時田。罪を感じているのだろう。現にお前がこれまで会ってきた犯罪者は模範囚の善人ばかりではないか。だったら何なの？そうよ、私が見てきたのは刑期も半ばで仮出所してきた人たちがほとんど。根がいい人なのは当たり前。でもそれが何？何か悪いの？何も悪くない。何も悪くはないが、もったいないとは思う。もったいない？世の中にはもっとおかしな人間がいる。欲望に歯止めの効かなくなった真の凶悪犯や、嘘を真実と信じたまま話すことができる社会病質者、目的のためなら手段を選ばぬテロリスト。時田はいずれ父に習って警察官を志すのだろう。ネゴシエーターの必要性は近年になって日本でもようやく認められてきた。お前はその卵だ。今から実地訓練をしておいて損はなかろう。つまり何なの？あなたのお仲間になれば、今まで私が見たこともないような変人を紹介してくれるっていうの？いくらでも。そんな、嘘でしょ。嘘かどうか確かめたくはないか？これからここである外国人と会うことになっているのだが、一緒にどうだ？外国人？ああ、鼻毛を切らない習慣があるが気のいい男だ。でも犯罪者なのでしょ。ただの商人さ。あなたは犯罪者って名乗ったわよね。犯罪の密談を警察官の娘が黙って見過ごすと思う？そう構えるな。酒を酌み交わすだけだ。そしてこの金の一部を渡す。皇帝でも買ったの？余裕が出てきたな。乗り気になってきたと思っていいのかな？
お前は何も知らなくていい。私が何者で、どんな商売をしていて、何を企んでいるのか。犯罪につながるようなことを一切知らずに、ただ貴重な体験ができる。どうかな。悪い話ではないと思うが。訪問販売なんかでは、玄関のドアを開けさせたら、もう勝ったも同然らしいわね。押し売りをする気はないがな。それで、魔王を親切に私の好奇心を満たしてくれるのはいいけれど、見返りに何を求めてるの？私の父に関わるようなことだったら、お断りよ。特に見返りを求めているわけではないが、強いて言えば、魂かな。まさか、ハルが追っていた人間こそが魔王だったなんて。気が済むではないか。理事長という最も制裁を受けるべき相手を放置したまま、優秀な警察官になれるとでも？なぜ理事長が反省しないのか。それは、時田に力がないからだ。あまりこういう大きな例えは好きではないが、この世界を見てみろ。軍事力の最も大きい国が最も大きな発言力を持っている。力のない人間がどれだけ素晴らしいことを言ったところで、一部の美談好きの人間しか耳を貸さない。結局は凶弾に倒れたり、多数派の迫害を受けることになる。私は子供が大好きでな、時田のような優秀な子供が話せばわかる時代を作り上げてくれると信じているが、今はまだ早すぎる。まだまだ数と金と握り拳が物を言う。
あら、水葉。話は全部、橋本くんから聞いたわ。へえ。私を縛ってたロープ、緩んでたから、隙をついて彼のナイフを奪ったの。すごいわね。そんな度胸があるなんて知らなかったわ。その勇気の一部でも、京介くんに向けられたらよかったのね。姉さん、本当なの？何が？本当に、姉さんが学園で事件を起こしたの？本当よ。そうしないと気が済まなかったの。それで、気は済んだ。何？その手。困ってるんでしょ？助けてくれるっていうの？うん。自首する気はないんでしょ？まだやり残したことがあるからね。まだ続けるのね。瑞穂、どうして私が今まであなたに会いに来なかったかわかる？なぜ私の方からあなたたちに会いに行かなければならないの？あ、まあわかってるわ。瑞穂は悪くないもの。それでも瑞穂に会いに行くことは母さんを裏切るようで気が引けたの。私も姉さんに会いたかった。でもどこに住んでるのか知らなくて。わかってるわよ。わかってる。そうよ。瑞穂は何も悪くないわ。さあ、おしゃべりはここまでにしましょう。姉さんは、私、まさか。あなたは大事な妹よ。先ほどチラリと聞こえましたが、ユキの他にもう一人いたとか。ということは、瑞穂は解放されたんでしょうか。つまり、おそらくユキはもう一度理事長を脅迫する気でしょう。自分は理事長のお宅にお伺いするとします。ユキから電話が入るでしょうから。京介くんは怖いわね。姉さん、どうするの？私に考えがあるわ。だからここまで逃げてきたの。こんなところで何をしようっていうの？協力してくれるんでしょ、瑞穂。これは芝居よ、瑞穂。いい顔ね。そのままでいて、写真を撮るから。姉さん、説明して。
あなたを人質に理事長に死んでもらうの。私には覚悟が足りなかったのよ。たった500万くらいで許してあげようだなんて甘かった。だから春に見破られたんだわ。姉さん本気？あなたの父親が私と母さんを家から追い出した時なんて言ったか知ってる？知らないわよね。やめよ姉さん、そんなことしたら少し私の役に立ってよ。水姉妹でしょ。私寒かったのよ。そのマフラーすら返してほしいって思うくらい。さて、What?